リーニーのこれは 2.0 これが 2.0 ですね。はい、では瀬戸さん、湘南ゴールデンエイジアンバサダー元日本選手権チャンピオンの瀬戸さん、お久しぶりです。ご無沙汰してます。今日はね、以前レビューしてくれたリーニン 1.0 と、リーニンのこれは 2.0 これが 2.0 ですね。まあ、リーニンっていう中国製のちょっとあのバドミントンのシューズとか出してるメーカーが出してるベーパーフライっぽい、最近佐藤佑樹さんが、あの絶賛してちょっと話題になってる。そうね、ちょっとネット記事で佐藤佑樹もリーニン履いてるってことで、はいはいはい、ちょっとあの注目され始めてるかなっていうふうな、というそのまあリーニンっていうちょっとベーパーフライに近いようなランニングシューズなんですけど、この度 2.0 が出て、また瀬戸さんが提供されたということで、ちょっと今日レビューしてもらおうと思います。 2.0 どうですか、 1.0 とちょっとあの並べてみていただくと、まあ、1.0、ね、はい、1.0 履いてるんで汚いんですけど、はい、まあ、1.0 よりかは、2.0 の方がちょっと厚みが増したということで、はいはいはい、こちらトラックで使えないシューズになります。ちなみにこの 1.0 あのトラックで使えるんで、はいはいはい、普通にあのトラックのレースで記録会で使えるシューズになります。今かなり規制厳しくなってますけど、この 1.0 は公式で使える基準に達してるんですよね。厚みが25ミリ以下ということで、はい、まあ、見た目厚く感じるんですけど、まあ、この部分ですね、はい、っていうのは外側で実際のソールっていうのが中敷きっていうのが、まあ、この辺になるのかな、はい、なんで、厚さ的には規定クリアっていう、まあ、規定クリアしてるカーボンシューズって珍しいですもんね。結構そうですね。でこれが前のレビューだと、まあ、ベーパーフライよりグリップ力は感じるっていう風におっしゃってて、でまあいい感じの、まあ、ベーパーほどではないけどいい感じのカーボンのやっぱり反発があると。そうですね、まあ、軽さもあってグリップ力もあって、はい、でなおかつクッション性、はいはい、反発性が少しあるっていうような感じですね。で今回 2.0 はやっぱ分厚くなってる、なんかよりシルエットはベーパーフライっぽくなってきましたね。そうですね、 1.0 に比べるとかなりベーパーに寄ったかなっていう風な感じです、はい、で多少一つちょっと特徴があるんですけど、はいはい、これ見えますかね、ちょっとコブになってるのが、ここがちょっとこの出っ張りになってますね、ソールのここは。そうですね、はい、これがまあなんか少しちょっとアシックスの、はい、あ、はいはいはい、エボライドとか、はい、ああいうので、はい、グリッドガイドでしたっけ、はいはいはい、なんかああいうのによちょっと似てるのかな、ちょっと足のクッションが良さそうな。そうですね、コロンというよりかはちょっとカクンとしてる感じで、まあ、これが実際あのまだジョグでしか履いてないので、この効果がスピード出した時にどれぐらい効果があるのかっていうのはちょっと楽しみな部分 で相変わらずベーパーフライトのなんか最大の違いとして 1.0 も触ったんですけど、このグリップがある素材ですよね、これが。そうですね、しっかりあの地面を捉えられてて、はい、1.0 もかなり、そうですね、はい、で感じ的には、まあ、この部分がしっかり、はいはい、最後の、蹴りに関しては使えるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、ジョグの時だと多分あんまりここ使わないんですけど、はいはいはい、スピード上げた時に実際このコブの部分とこの薄さっていうのが、はい、どれぐらい効果があるのかなっていうのがちょっと楽しみですね。今日はブレーキング20のペーサーとしてなんで、キロ4キロぐらいで5キロ試すっていうことなんですけど、それで試したことはまだないですか、そのぐらいのスピードは。そうですね、キロ5分切りぐらいでしかまだ入ってないんで、まあ、4分でどれぐらいの効果があるのかっていうのをちょっと試してみます、ね、はいはい、そうですね、まあ、もし、まあ、ちょっと今アキレス腱痛めてるということなんですけど、余裕あったらじゃあ最後1キロとか上げてもらって、そうですね、その感覚をレビューしてもらえればなと、はい、この5キロでちょっと楽しみたいと思います、はい。結構あれですよね、やっぱこのソールが、前もレビューしたんですけど、やっぱかなり発泡スチロールっぽい素材なんですけど、やっぱこれがやっぱ軽さの源っぽさはある感じですよね。そうですね、これがまあクッション性プラス反発の素材になってると思います。まあ、感じ的に触ってる感じだとなんかあのアディダスのブースト素材みたいな感じの感覚ですね、はいはい、それよりかはちょっとまなんか発泡スチロールに近いような。最大のやっぱりこのメジャーメーカーじゃない靴ってなんか耐久性がちょっと不安なのかなって個人的には思っちゃうんですけど、 1.0 は夏からもうだいぶ8ヶ月ぐらい履いて、ね、結構使っててね、こういう外側のこういったところが剥がれてきたりもしてるんですけど、はいはい、まあ、意外とグリップの部分もしっかりしてて、はいはい、反発とかも削れず、はい、意外と、はい、耐久性はあるのかなっていう感じはしますね。じゃあ今日この 2.0 でちょっとスピードを出してやってもらいましょう。そうですね、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、楽しみます。どうですか、リーニン 2.0、 今キロ4ぐらいでだいたい5キロ走ってみて、うん、まあ、その流しとかもやられたと思うんですけど、どうでしょう。そう、ちょっと厚みが増した分、はい、まあ、若干着地の時に、はい、
安定性がっていうのはちょっと若干あるかなっていうのは、はいはい、安定性が出た、いや出ない出ない、そうですよね、ちょっと崩れるかなっていう感じ、やっぱりでも、はいはい、これ多分どこのメーカーも、まあ、そうですよね、厚底はやっぱみんな着地がちょっと、しょうがないのかな、はいはい、でまあキロ4分ぐらいだと、はい、この辺で蹴るんで、ちょうどこの段差があるところで、はい、こういう動きになるのかな、はいはいはい、で流しをしてると逆にこの辺りでつくんで、ちょうど、はい、ああそう、高いというところ、この部分でこう入るんで、はい、この体勢、はい、ここがすごい安定してる、なるほど、総合的にリーニー 1.0 より、そうだ、なんでスピード出すにはいい、そうね、ここのいい、このカクンっていうのがいい感じで、はいはい、なんだ、ペースオとか、はい、ジョグとかだとこのカクンってところまでで動かす感じ、はい、で早い動きになるとこのカクンっていうところが先から先に蹴って、うん、動かす感じっていうのはなんかうまく、はい、ちょうどいいところで、はい、このコブがあるなっていう感じで、だから流しするときも、はい、ここで入るん でこのコブがあるから、はいはいはい、これがすごい安定している状態、はい、こういうこっちの動きがちょっと引っかかって止まってくれる感じ、あだからそこに合わせてリーニー 1.0 の方がいい面もあります、やっぱやっぱり軽さ と、やっぱそのグリップ力っていうのはやっぱり 1.0 の方がある薄い分しっかり、はい、まあ、あとトラックでやっぱ使えますしなっちゃう、やっぱ 2.0 の方がやっぱマラソンとかにどちらか出て向いてる、はい、ロードで長い距離にやっぱり分厚くなった分、うん、そうね、あとは一回モーディアに履いてもらって、はいはい、今履いてる、あそうです、ベーパーとの違いをね、はい、まあ、どっちかっていうと、まあ、ベーパーには寄ってるかなっていう、はい、なるほど、あとはこのコブになってる、はいはい、これがちょっと特徴的かな、ただ 1.0 の方が本当トラックで使えるっていうのはアドバンテージありますよね、うん、今のこの厳しくなった時には、で、あとしっかり切れる自分なしで前に進むっていう方が 1.0、はいはい、なるほど、テスさんも最近は長い距離があんまりまだ実践やってないですけど、じゃあハーフ以上とかってやっぱこの 2.0 を選ぶ、そうね、ハーフ以上で、ね、駅伝やったら 1.0 の方がいいかな、なるほど、うん、分かりました、じゃあ皆さん気になる方はリーニーをぜひ試してみてほしいです、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。